今回は私がマークスマンで一番大好きな精鋭の、クールダウンスキルガンマーシビルドの紹介になります。今回はクールダウンの精鋭をやっていこうと思います。基本的にはマークスマンで運用する形になりますが、内容としては、スキルをガシガシ回していくという、まあこれもネタですね。ただかなりスキルが回るようになりますので、2スキのブリンクだったりとか、1スキの、爆発およびウルトですね。もう基本すべてのスキルを、もうファームとか何かしら構わず使っていけるような形になるので、まあ楽しさはあると思いますね。ただまあ強いかどうかと言われたら、やはり正直ネタの息を出ないですね。結局マークスマンなので、スキルファイターではないですから、であれば、隠れとかそっちの方がまだ向いている気がしますね。とは言っても、まあ、1スキがクリティカルになりますので、相性は悪くないですね。ただ、まあ、やはり通常攻撃とかなり忙しくなりますので、見てわかる通り、レベル1から、だいたい5秒ぐらいですかね、6秒いかないぐらいのクールダウンになっているので、それが、まあ、2秒。要するに、今だと、鞘ですね。鞘の2スキ張りに回りますので、まあ、かなり忙しいっていうのと、ただでさえ、マナがきつい精鋭になるので、そこを、さらに、ね、高回転にすると、まあ、とんでもねえことになりますね。まあ、見ていけばわかりますね。で、一応、ジャングルの立襲手伝いに行きます。まあ、赤バフのチェックだけはしておいた方が良いかと思いますので、そこを見た後、まあ、遅ければ青バフ間に合うし、まあ、普通の場合だと今のちっこいのですね。で、ここで宝箱も手伝うという形。で、まあ、正直、ここ終わった後、この状況であれば一緒にレーンを押してほしいですね、実際。というのも、ここ一緒に押してサクッとジャングル回った方が、まあ、多分25円かける2回取れますので、意外とそれでかい。おいおい、殴ってますね。意外とでかいと思うんですね。ただ、敵とレベル差が1もすでについてますので、まあ、ボットレーンは多分、なんでこれなんでこんなことになって、あ、そうか、敵がピック変な風になってんのか。なるほどね。敵は大白がトップにいて、まあ、この、セイガ、じゃあ、マークスマンとは言うものの、ちょっとよくわかんないです。事故ってますね。いやー、うざいっすね。まあ、ニスキがやっぱああやってスローが結構重たいので、きついですね。まあ、とりあえずリコール妨害をしながらという形でやってますが、結局帰らないですね。ただ、ウルト打っちゃったので、これでウルト打ってなかったら、今みたいな形でハラスするときはタワーたげて、スキルのパッシブ生かして後ろに電波させると、まあキル、これもたまにキルが絡みますので、まあ精鋭戦ってるときですね、下手に今死にかけの味方がいたら射線に入らない方がいいですね。今みたいな形で味方をワンチャン殺しかねないですね。とは言ってもマジでスキル回すとマナがきついですね。これはなんかうまいことないですかね、いいやつが。まあ、125か150ぐらいかな、あの、マナ回復のアイテムを一つ買うっていうやつ。まあ、ロールでもあったんですけど、ウォーソングとかでも確かあった気がするな。平安京の時はあんまりなかった気がするんですが、まあ、そういうネタのやつも一つ実はあったりする。まあ、チップスというか、まあ、でもテクニックでもねえよな。まあ、ただビルドがね、1個枠が潰れますので、まあ、若干ちょっと鬱陶しいのと、まあ、ビルドを進めるのにちょっと時間は食っちゃうんですけど、まあでも全然大丈夫かなっていうので、謎にの如来がウェーブ処理してくれてるんですけど、まあ別にね、私持ってないんでいいんですけど、やたら追ってきますね。殺意高めな。まあ基本的にはああいう感じで相手の青バフですね、余ってたら食ってあげて、処理してあげると良いかもしれないですね。ちなみに、まあ、意図的ではなくって、完全に、バフのオートのやつで入っちゃいましたね。ここも、取りたくはないんですが、経験値だけ欲しいんですよね。危ねえ。かなり危ないですね。如来が、待ちしてて、あれですね、帰っちゃいましたね。いやー、ウルトするタイミング遅ねえかっていう。逆に今の行かないのっていう。倒せたと思うんだけどな、今の。
ウルトで引っ張って殺せるかなと思ったんですけど、足りんかったですね。あの、タワシとあんな感じでウルト活用してあげると、ワンチャン、あの、殺せないやつも殺せるっていう、まあ、これもテクニックの一つですね。ウルト下にタワーに対してウルト打って、チェインさせて手前に持ってくる。で、1スキーとパッシブでって形でいこうかなと思ったんですが、ちょっとうまいこといかなかったですね。で、まあ、敵の大白は猫の爪を買ってますが、まあ、どうですかね。レートゲームになればって感じではありますが、猫の爪を買うまでに今だいたい4分ぐらいかかってますよね。ここから7分半でペイするまでにかかりますから、どうかなと思いますけどね。まあ、ただで 20% 手に入れて、7分半以降、まあ今だったらだいたい13分ぐらいですか、以降は、まあただで、あの、金が増え続けると思えばいいかもしれない。てか、毛量はずるいだろう。まあ、とは言っても奥まで来すぎですね。このまま AA して終わり。あれ、切る！キルにならないっすね。持ってかれちゃいましたね。まあこんな感じで敵はだいぶ釣れてますね。これも美味しくごっちんですになるよ。あ？全キル吸われましたね。そのまあやっぱりやってて思うのが、そのなんて言うんだろうな、日和、さっきの、まあ、銀閣もそうでしたけど、その引るのが早いんですよね。例えばさっきのやつも多分普通に殺せた位置だと思うんですけど、サクッと引いちゃいましたからね。逆に味方、お前それで行くのかっていう、そのなんて言うんだろうな、押し引きの度合いがかなり違う。引かないといけないところで引かず、引かなくてもいいところで引くみたいな。ヘルスローで100そのトレードに成り立たねえだろってところで突っ込んでいき、逆に今トレード勝てるでしょってところに行かないみたいなね、っていうのがよくありますね。まあ、とは言っても、私も逆にそのもっと上手い人からしたら、いや、お前行かねえのかよってことは多分思われるところがあると思うので、上手い人ほどその、キルラインとかがだいぶ違ってくる気がしますね。いや、これ戦えんでしょうっていうね、せい先生。マジっていう。まあ、見て分かる通り、クールすごい回転早いですからね。ただ、まあ、マナがめちゃきつい。いやー、一回のこの戦闘で全損しますからね、マナが。と思うと、やっぱり一個ぐらい買っといてもいいかなって気はしますね、杖が。このゲームって、まあ、さほどマナ管理を要されないというか、まあ、ちっちゃいで、マップが、リコールしても最初なんて特にジャンプ台もあるんで、わりかし雑なマナ管理でも全然なんとかなるっちゃなるんですよね。おいしい。で、まあ、みんな使い分けてると思いますけど、ちゃんとそのボタン、今押してますけど、このミニオン殴る専門のボタンとか、はたまたタワー下のところはタワーを殴るボタンとか、これはちゃんと使い分けないとダメですからね。まあやってますよね、さすがに。いやー、それにしてもマナがきついですね。笑えるぐらいマナがきつい。一応まあ今回はクールダウンと物理抵抗を下げるのも含めてルリ島ですね。で、敵のマークスの賞金ハンター買ってますが、聖のランカーの人が賞金ハンター買ってるのはあれジャングルしてるから買ってるだけであって、レーンでは買う必要はないですね。そもそもマークスマンって最初ずっとファームしてることが多いので、まあ、やっぱり買っても賞金ハンターのパフォーマンスを活かせないんですよね。まあ、中級装備で止まってますので、そのコスパっていうところに関しては特殊効果込みして確かに強いけど、特殊効果がなくすれば別にですから、で、消化も上にアップグレードもできない装備になってるので、あまりって気はしますね。であれば、まあもうちょっと、まあ特に、あの、まあ初手は無難にハリセンでいいんじゃないですかね。いやー、1スキ足りん。いやー、はー、残念ですね。どっちがケツから来てますが、まあ大丈夫でしょう。で、ウルトがさっき打ったばっかなのにもう上がってますからね。めちゃくちゃ回転率が高いですね。で、まあ、あとは、聖の2スキですかね。ちょいちょいその壁にくっついて打っても、擦ることが多々ある。このゲームなんかブリンク持ち結構多いものの、擦る系が多いですね。まあ、ただ、まあ、やはり金は持ってますから、まあ、こんな感じで無理ぐり行ってもいいのと、ウルトも本当に見てわかる通りめちゃめちゃ高回転じゃないですか。靴で 15% で、ルリ島で 15% で30% ですよね。多分これ、茨ぶち込んでて 5% なんで35% ですよね。
あと1個、まあ、10パー何か積めば、今回はさすがにちょっとクリティカルはせい、やっぱり1スキのクリティカルシナジーすごいいいので、それはちょっと欲しいので、如意棒に走ってますが、如意棒の後課金弾行くのか、何行くのか分かんないですけど、もう10パークリティカルは積むはずですね。まあでも正直30パーでも十分早いですからね。あとはやれるときにしっかりと、猫をすると。で、こういうときにしっかりと竹を引き直さないと、リセットされてしまうので、その辺は注意した方がいいっていうのと、やっぱりクリティカル、グローブ1個あるだけでかなり出ますので、だいぶ強いですね。ウルトももう貫通のために使ってますね。こんな感じで、まあ、12対2ですね。まあ、大丈夫かなって感じだとは思いますが、やはりネタですね。まあ、弱くはないです、決して。ただ、まあ、めちゃくちゃ強くもないですね。まあ、あからさまにそのポンコツすぎるようなネタのビルドはしていないものの、やはりネタプレイはネタですね。実戦で投入するのはきつい。まあタイトルネタプレイって書いてあるやつは全部その実戦投入きついやつ系はそれにしてますね。ただ逆にちゃんといけそうなやつは、そのいけそうな、おい、ネーミングの、やばい、これはまずい。いやーこれはまずいっすね。とりあえず引きながら引きながら打ちますね。ただクリティカル強い。あれ、これまさかひっくり返せる。お、強い。いやー、さすくりですね。2000とか出ますからね。半分ぐらいいくんじゃないですか。ちょっとさすがに聖夜きつい気がしますね。ただこれ、ウルト絡めればとは思いつつも、まあ、いかないですね。いやー、でもやっぱ強いですね。クリティカルがやっぱデラ強い。あはやってますね、これ。1スキー間違えたんじゃないか。1と2スキー間違えたくさい打ち方しましたね。まあまあまあしょうがない、そういうこともありますね。ただタワーバキバキなんで、上とミッドがもう折れてて、ボットタワーだけで、この状況で15対3ですから、これワンチャンエンドな気もしなくもないっすね。てか敵が全然育ってないですね。まあやっぱり言った通り、猫の爪買ったところでですから。いやでも本当に韓国の人たちの猫の爪好きすぎるやつ、どっかでなんて言うんですかね、日本人のあの初手鉄鍋と同じく誰か布教してるんですか、あの猫の爪ビルドを。いや弱くはないよ、決してね。だけどマジで隠したようですから、なかなかにしてぶっ刺さんないし、レートゲームにしないといけないんで、そのレートゲームになるのってやっぱり要するにレベルが低い試合ですよね。伝説上、まあ、星100とか、まあその星50以上とかはもうかなり試合早いですからね。20分とか全くいかないですよ。大体15分もいかず終わりますからね。まあそもそもそれまでに試合が決まってるというか、ボコボコにするかされるかみたいな話なので、爪があろうがなかろうが関係ないんですよね。まあ逆に大学とかその辺が混じってくるような試合だと長いんですよ。私もサブアカでやってると長いって気がしません。同じ伝説でも。その時は爪があってもいいっちゃいいですね。要するにその巻き返せますから、爪で15分ぐらいまでいけば4分で作って、7分半で回収で11分半ですね。じゃあ12分から全プラスですから、15分に行けばね、6発分ですか、6杯480円ですから、まあ下級ちょいちょいか中級ぐらいのやつが1個買えると思えば確かにですね。そっからさらに5分行けばワンチャン1本ぐらい高級装備分いけますからね、うまくいけば。いや強いですね、やっぱりクリティカルが強い。もうパッカパッカ出ますからね。位置付け当たってないの今の。あらららら。いやーやっぱりクリティカルが強いですね。本当に聖は位置付きクリティカルがめちゃめちゃ強いですから、もうそれがほぼ全て。まあ高回転なんでね、ただマナがないんで、マナは大事ですね。まあてな感じでスコア615で、まあ GG って感じですね。まああれ、うちのチームってジャングル誰だったんだ、ちなみに。銀閣か、一回顔出したぐらいかな。まあこんな感じです。以上がクールダウンの、生のプレイになりました。特別って感じですが、まあ一回そのマナのやつを作ったバージョンもどこかで撮ってみたいなとは思いますね。まあやはりマナさえ解決できれば割とありな方かもしれません。よければチャンネル登録お願いします。